ナオミ、ナオミ、こっちだ、来れるか。もう少しだ。感覚を遮断しろ。泳いでくるんだ。よし、よし、もう少しだ。よし。ああ。じっとしてろ。全部取ってやる。よし、もう大丈夫だ。大丈夫だぞ。立てるか。さ、肩を貸すから。ナオミ？いる。さっき私を襲った何かが。保健室って書いてあるけど、ここさっきまでと全然違っちゃってるよ。頭痛い。お兄ちゃん苦しい。私もダメ。二人とも鼻血が出ているぞ。わかった。そこで待っててくれ。なんだ、窓という窓に子供の顔と手が浮かんでいる。幸子だって。空いてますよ。お入りなさいな。あ、ち、俺のか。俺もいつの間にか鼻血が出ている。
ここに長居は危険だが、きっと何かがある。夏休みには皆さんで遠足に行きましょうね。呪ってやる。許さない。殺してやる。よくも幸子、よくも私を。なんだ、体が動かない。金縛りか。さっちゃんは私の自慢。私のために何でもしてくれる。ダイアリー、日記か。この…11月19日、私は死んだようだ。待て、おかしくないか？許せない。許さない。殺してやる。よくも幸子、よくも私を。やばい。ラオイ、ユカ、立て、ここを離れるぞ。お兄ちゃん。大丈夫か？保健室に首の折れた女の先生が。周りには初めて見る子供の霊がたくさんいた。サトシ、それな。あ、机の上にあった日記帳だ。さっきは机から離れなかったのに。先生が書いたのかな。ああ、間違いない。この日記にその幽霊が文字を書いているのを見た。裏表紙に名前が書いてある。篠崎よし。何か大事なことがわかるかもしれない。見てみるか。今日も子供たちとたくさん会話をした。この学校の児童たちはとても健やかにすくすくと育っている。低学年の子たちの情操も穏やかで、
父兄の方々にいっぱいの愛情をかけてもらっているだろうことがよくわかる。私も負けないように幸子をしっかりと愛してあげたいと思う。今日は幸子の7歳の誕生日。放課後一緒に夕食を食べに行くことに決めてある。1日の仕事を終え、3階の資料室で書類の整理をしていたところに校長先生が訪ねてきた。しばらく話をした後に先生は突然後ろから近づいて私の体を捕まえて恐ろしい力で押さえつけて私の衣服のボタンを外し、いつも悩みを聞いてくれる優しかった校長先生と同じ方とは思えない、とても恐ろしい顔だった。私は驚いてしまって、自分に何が起こったのかわからなかった。私は体を曲げ必死で逃れた。資料室から出たが、先生は追いかけてきた。階段を降りて踊り場を回った私を、先生は後ろから強く押した。目の前に1階の床が迫ってきたと思ったら、体が動かなくなった。だらしなく床に這ったまま、頭から血がたくさん出た。後で拭くのが大変だ。失禁もしていた。みっともない。でも、目の前で大事な声が聞こえて、私は我に返った。幸子が見ていたのだ。先生が幸子に近づいていく。何をする気なのだろうか。やめてくださいと叫んだが、私は死んでいて声が出なかった。幸子は小さい体で逃げたが、先生はすぐに追いついた。そして私の目の前で首を絞めて殺しやがった。なんとひどい人だろう。先生は私の服の乱れを直し、幸子の体を地下室に運んで埋めてしまった。私のことはただの事故にして、幸子は遺体を隠して行方不明にしてしまうつもりなのだ。自分は悪くないことにするのだ。許せない。案の定だった。校長先生は私の死んだ理由を不注意の事故死と押し通して、幸子のことは何も言わなかった。私もとても悲しくなった。保健室の私の机に知らない人が座っている。私の代わりの保健医だろうか。でも子供たちは誰も来ない。きっと人気がないのだ。バカ。だんだん理性を失っているのがわかる。私がどんどん消えていく。私でない黒い意識が私の中に入ってきた。嫌だ。これは幸子の母親か。かわいそう。ああ、そうだな。気の毒だ。待って、なんかおかしいよ。日付が、幸子が生きていたのって。1973年の児童殺害事件の時でしょ？あ、そうだな。この日記だとさらに20年前の話になっている。どういうことだ？保健院教えの死後日記は、無念の死を遂げた女医の悲痛な思いを書き連ねたものだった。自爆霊となった彼女に続けて日記を書く出来事もなくなってくるのだ。そこからはただ
寂しい、寂しい。幸子に会いたい、子供たちに会いたい。許せない、殺してやる、といった感情の殴り書きが並んでいるだけだった。なんだこのページから開かない。さっちゃんは私の自慢。私のために何でもしてくれる。寂しい私のためにいっぱい人を殺してくれる。子供をいっぱい送ってくれる。みんな大好き。やめさせなければならない。私はこんなことで喜ばない。幸子をやめなさい。あいつの一族は許さない。末代まで祟ってやる。あいつらの脳に直接観念を焼き付けてやる。なんということだろう。20年も前に私と一緒に死んだ幸子は今生身の体で存在している。子供たちを殺めて魂を私の元へ送るなんて、そんなことで私は喜ばない。幸子、ここへ来て私と話をして。幸子は6人も殺めてしまった。しかも神隠しと呼ばれるほど完全に足跡も消している。あの子に一人で子供をさらってきて殺害するなんてことはできない。あの男を使って誘拐させているようだ。幸子、やめて。幸子、やめて。殺したいから殺してる。いつの間にかそうなった。生きている人って腹が立つものね。私たちは殺されたのに、人を殺す奴って許せない。絶対殺してやる。だから殺すんだ。許さない。もっと殺せ。もっと殺せ。もっと連れてこい。さっちゃんのおかげでもう寂しくない。今日また3人も可愛い子供を送ってくれた。さっちゃんは私の自慢。私のことはもうわからなくなっているけれど、あの子を私は愛してる。学校が廃校になった。校長が飛び降りた。ざまあ見ろ。皆さんでお歌を歌いましょう。楽しい歌がいいですね。ざまあ見ろ。汚い死に方だ。さっちゃんが学校の中を歩いて、誰もいなくなった学校の中を面白がって入ってくる奴を殺すんだ。あの子、私ともう一緒。喉が渇いて仕方がないんだね。なんてこと。幸子は母親に、母親を寂しがらせないために
子供を殺して霊界に送っていたのか。そのうちに心が壊れて、あんな状態に。この母親の霊も、きっと、本心では幸子の暴走を止めてほしいと願っているはずだよ。うん。そうだな。どうすればいいのかわからないけど、幸子の心を解くためには。この学校の校長も鍵を握っていそうだな。別館に確か校長室があったはずだ。屋上から飛び降りて、おそらく天神小学校の校長だな。やだ。いいか見るな。これって成仏できないから何度も何度も死に続けているんだ。あれはなんだ？鍵みたいに見えるけど。ああ、どこかの鍵だな。危ないよ、やめて。大丈夫だ、慎重に行く。机か何かのか。うん、サトシ、早く戻っ。なんだここは。そんなつもりはなかったのだ。ただのビビッドビの気の迷いだ。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。張り紙の数異常だわ。校長は死ぬ間際に精神を病んでいたって話だったからな。あいつが悪いんだ。そんなつもりはなかったのだ。なんだ、机の引き出しに鍵がかかっている。そうだ、さっきの鍵で。よし、開いたぞ。
何？嫌な予感がする。いいか、見るな。毎晩夢に出てきやがって、こんなに私が罪を悔いているのに、どこまで私を苦しめるんだ。分かっているよ、お前はほほどとは死んではいない、死んだふりをしているんだ。だがね、私には立場があるんだ。お前にあのことを誰かに喋らせるわけにはいかないよ。悪いが、喋れないようにさせてもらうからね。お前が夢枕に立つたびに、また殺しに来てあげるからね。おそらく幸子の下だ。心を病んだ校長が、よしえの事件を誰かに喋られては困るって。幸子の亡骸を掘り起こして、舌を切り取ったんだ。ひどい。これを幸子に返してやろう。きっと探しているはずだ。幸子に。Thank you.
になんかいるのか、この先に。いるよ、気をつけて。どうした？なんだろう、この部屋。呪術っぽい。眺めててもわかんねえよ。それより、外の焼却炉の方に何かいるんだろう。進もうぜ、先に。わかった。先に出てて。おう。早く来いよ。何？今の声。私、喋ってないのに。白崎！おい、おい、白崎！何？何？嘘！やだ！キツネバグ！キツネバグ！閉じ込められたか。篠崎さん。
篠崎さん、強く強くなりなさい。あなたは誰にも負けない。ここを出たら叶えるのよ。話してくれた夢。行きなさい。これだけ言ってもわからないの？早く行きなさい。篠崎、行くぞ、来い。離して、どうでもいい。篠崎、いいか、絶対に無駄にしねえぞ、先生の気持ちを。篠崎くん、分かるよな、強くなれって。あいつは校長だわ。幸子の黄色いリボン投げ込んでたね。取れるか。おい。なんだ、狭いけどこの路、はっていけば奥に行けるのか。そういえば奥の方に小さい明かりが見えるぞ。部屋でもあるのか。よし。あ、待って、これ焼却炉よ。途中で火でもついたら。だな。よしよし、お前はここで待ってろ。待って、私も行く。待ってろって言ったろ。いや、私も行く。気をつけろよ、そこら中にホコリの塊とか引っかかりがある。狭いな、だいぶ来ちまったが、まだ半分くらいか。低い天井のせいで体を起こせないってのが不安だとはな。もし今出口や入り口が塞がれて、ここの体勢のまま動けなくなったら、余計なこと考えるな。大丈夫か？そうか。ボタン開け。
お願いだから、やめないで。戻れるか。ゆっくりでいいぞ。やっぱりここが怪しいよな。行くしかねえか。怖いけど、あなたが行くなら私も行く。やっぱこの先何かあるの。やめないで。あいつが悪いんだ。そんなつもりはなかったのだ。これは隠し通路か。お兄ちゃん、ここにもお札がびっしり。怖い。ああ、相当恐れていたんだ、この下にあるものを。よし、降りてみるか。俺から降りるから、ナオミというか後から続いてくれ。お兄ちゃん、サトシ、気をつけてね。ああ。地下通路。学校の地下にこんな場所があったのか。お兄ちゃん、ゆか、またおしっこ。ゆか、我慢できるか？ふにょう。なんだこれ、人の頭が並んでいる。昔のものじゃない。俺たちのようにここに迷い込んだ犠牲者だ。なんでこんなに綺麗に並べるわけ。誰かがそうしなきゃこうは並ばない。悪趣味にも程がある。
んだここは。ひどい匂いだ。大丈夫か、ゆか。何ここ、何の部屋なの。この机も血の跡がいっぱいだ。ナオミ、これ以上ひどい目に遭わせられないもの。待て、一人で行くな、ナオミ。ユカ、来るんだ。俺から離れるな。この足元の引きずった跡を追っていったはずだ。追いつくぞ。
引きずった地面の跡がなくなっている。どうして？気がついたらそこの段差にはまっててよ。もう少しでプールの方に落ちちまうところだったぜ。大丈夫か、篠崎。よしき、篠崎も。内田くん。おう、ゆかも無事か。はい。大丈夫、息が。ナオミが、篠原の体を持った化け物を追いかけて、いなくなった。ゆい先生まで。あゆみさん。ゆきちゃん、よかった。意識、まだ大丈夫。あゆみさん、負けないでください。え？あなたはもう、国家が始まっています。まだ間に合いますが、急がないと。この奥に、あの子がいます。あなたたちが帰ることができるかどうか、あの子にかかっています。さあ、急いで。待ってくれ！帰ると言っても、ナオミがいないんだ！あの人は今、試練と戦っています。あの人が負けなかったら、帰ってきて、国家に打ち勝ったら。幸子を浄化することも可能でしょう。
その時のための準備を、あなた方が。なんだかわかんねえけど、ここまで来りゃ何だってやってやるよ。わかった。じゃあ入ろう。逆打ちは、幸子の心にアクセスする手段にもなります。使いどころを考えて。何の音だ？あ、これが幸子か。来ないでって言ってるのに、近寄るな、見るな。あ、幸子、幸子か。聞いてくれ、俺たちは帰れ。俺たちはお前に危害を加えに来たんじゃない。帰れ。か言葉はやはり通じないのか。僕は田口翔吾、響光先生の助手であり、カメラマンだ。先生とはぐれてしまったが、僕は先生との約束通り、何があっても撮り続けようと思う。最後まで記録し続けて、この真実を僕の生きた証として残す。女子トイレか。誰かいる。隠れてうまく取れるか。お願い、やめて。大丈夫か？耳が痛い。お兄ちゃん、助けて。ゆかちゃん、ゆか、てめえ、サチカ、やめな。内田君、説得を続けて、早く。説得。早く。あ。やめて、ナオミ。
なんてことだ。サチコ、これを返す。奪われたお前の体の一部だ。目を覚ましてくれ。お前の母親も悲しんでいたぞ。こんなことで自分は喜ばないって。どうなったんだ。なんかおかしくねえか。まさか失敗。篠崎。お兄ちゃん後ろ。これが幸子か。来ないでって言ってるのに近寄るな。あ、幸子、幸子か。聞いてくれ。帰れ。俺たちはお前に危害を加えに来たんじゃない。帰れ。殺す。言葉はやはり通じないのか。僕、何このし、ここか。
ユカ、どうしたんだ。てめえ、サチカ、やめろ。落ちなく、説得を続けて、早く。説得奪われたお前の体の一部だ。目を覚ましてくれ。母さん、約束。お前の母親も悲しんでいたぞ。こんなことで自分は喜ばないって。みんな、ユカ、ナオミ、大丈夫か？大丈夫。ちゃんと止血するから。私のリボンでいいかな。あゆみお姉ちゃん。ユカ。ぷい。サトシ。ナオミ、無事でよかった。篠原は、どうだった？ああ。ユキちゃん！皆さん、今です。天神小学校を包囲している霊地場のゲートが開いています。閉じてしまう前に、急いで、校舎の外に出て、おまじないを行ってください。ゲートが閉じてしまったら、またこの多重閉鎖空間は元に戻ります。え、閉じ
私たちはここの霊磁場に捕らえられているみたいで、幸子以外、成仏はできないようです。今、ほんの少しの間だけ、自由になっていますが、すぐに引き戻されて、またこの空間を形成することになるでしょう。そんな！この学校は、すでに、第二の幸子を生み出そうとしています。早く、行きなさい。外へ。おお！急いで！外に出ましょう！もう、ここ行けばいいんだよ。外に出るでしょ。渡り廊下か。先に進めるぞ。よし、これを乗り越えてみんなでもう一度逆打ちだ。幸子さんの切れ端を離さないで。おい、ここは！ああ、帰ってきたんだ。お兄ちゃん！ユカ！帰って、これた。ユキちゃん、ありがとう。こうして、生き残った俺たち5人は、如月学園に、現代に戻ってくることができた。みんな、しばらくは生還した喜びをかみしめていたけれど、すぐに
重たい現実が笑顔を引き剥がした。先生も、篠原も、森重も、鈴本も、その場にいなかったからだ。じゃあ、気をつけてね。ああ。さようなら。おう。みんな、お願い。ん？明日も、顔、見せてね。ああ。信じられないことが起こりすぎて、眠れないと思ったが。その晩は、それでも眠った。次の日。ゆい先生たちのいない学校に、憂鬱な気持ちで登校した俺たちは、心底驚くことになる。篠原？森重？誰だそれ？うちの副担は松戸じゃん。寝ぼけすぎじゃね？転校生？誰か来んの？はじめから死んでしまったみんながはじめからいなかったことにされていたんだ。やだよ、こんなの。みんなの記憶にさえ残っていないなんて。聖子たちの生きてきた今までって何だったの？ゆい先生も、鈴本さんも、森重くんも、篠原さんも。俺たちの記憶にしか存在しないってのか。悲しすぎるじゃねえかよ！たくさんの魂と人の思いを飲み込んで、新しい幸子を得た天神小学校は、今もあの場所に存在している。生き残った者、命を落とした者、黒き呪いに取り憑かれた者、傷つけられた魂たちは、それぞれの痛みを抱えながら、悲しみを癒す旅を続けるのだ。帰るべき場所を探して。サトシ、ごめんね、呼び出して。いや、いいさ。どうしたんだ？サトシに、見てほしいものがあるんだ。これ。これは、篠原の携帯に残ってた、送信前のメールじゃないか。うん。あのね。ナオミが。私が、動けない聖子の首に、ロープを。記憶はないのか？あの映像を見たとき、私、何も考えることができなくなって、体が、真っ黒い霧みたいなものに包まれて、もう全部が嫌になって、
じゃってもいいやって思ったの。真っ黒になって気を失いかけた時に、さっきのメールどうして届いたんだろう。もういいや、生きていたくない。辛いことばっかりだもの。やっぱり聖子にも嫌われていたし、何も希望がないや。同じメールがまた来た。聖子、何か言いたいの？嘘だよ、怒ってないわけない。喧嘩してたんだもの。許してくれるわけない。あんなひどいことしたんだもの。聖子、許せないよね。私のこと大嫌いでしょ、怒ってるでしょ。
Ha 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 ha!